なんか全然最近コーヒーを手で入れることがなくなってしまいましたね。もうずっとネスプレッソです。あ、うまい。この手軽さがめちゃくちゃいいですね。で、コーヒーの音もこいつです。セブンに行った時気になって買ってきた、白桃クリームパン。いや、これ絶対うまいと思いますよ。これなんか上にチョコとかかかってるのかなと思ったんですけど、外側は全部普通にパンで、この中に桃味のクリームが入ってるっていう感じですね。これもなんかすごいね、粘度がすごい、クリームです。なんて言うんだろうな。こう、柔らかいクリームではなく、粘度の高いクリームなので、こう、パンに対してクリームの比率低いですけど、しっかりクリームの主張がかき消されず、いい感じで美味しいです。これ家族にもらったやつなんですけど、めちゃくちゃ美味しそうなんですけど、ベビースターラーメン味の焼きそばっていう感じですかね。なんかすごいパッケージがめちゃくちゃ派手で美味しそうですけど、ちょっと作ってみます。あ、さらにこの上からベビースターラーメンをかけても美味しいよっていう。確かになんかカリカリさがプラスされて美味しいかもしれないですね。では中に入ってたこの後入れカヤック、火薬後入れなんですね。普通は、お湯と一緒に入れてこう、お湯でいい感じに柔らかくなってって感じなんですけど、これは火薬後入れみたいです。あと、調味油を取り出して、内側の線までお湯を入れると。で、待ち時間は3分。待ちます。そしたら、この後入れの火薬と調理油を入れて混ぜると。もうこの時点でチキンラーメンの匂いがすごいんですよね。そしてこのね、なんか後入れの火薬がなんかすごい大豆っぽい匂いするんですよね。大豆使ってるのかな？このね、火薬が粉状なので、ちゃんとこうダマにならないように、しっかりとムラなくなるように混ぜたら完成です。あ、確かにベビースターの味しますね。うん。すごい美味しい。てかなんかすごいなんか、大豆の風味が結構あるんですよね。なんか大豆結構使ってるんでしょうか。どこにも書いてなかったけど、ちゃんと麺質がベビースターに寄せてるんですよね。それが普通のカップ焼きそばと違うところかな。この冷蔵庫のここにめっちゃいっぱいあるんですけど、先日地元に帰省してた時に12日とかだったかな、家族と祖母と親戚の家に行って、その親戚からもらった、その親戚がなんかすごい絶賛してたドリンク、これなんか飲まされましたね、あっちで。美味しいから飲んでみって言われて。つぶらなカボス。これなんかすごい、この手のドリンクにしては、なんかしっかりこの素材の味がしてて、味が濃くて、あ、確かに美味しいなっていう感じだったんですけど、カボスと、あとカボスがもうなんか3本ぐらいあって、あとみかん。で、これブドウですかね。おー、つぶらなブドウ。ちょっとカボスがね、美味しかったんで、カボスいただきますか。ちゃんと果実もボコボコ入ってて美味しいんですよね。で、なんかすごいね、味が濃いと言っても、ちゃんとこう、素材の味で味が濃いんですよ。人間が作った感なくて、しっかりとこのカボスの味が出てるんで、確かに美味しいなっていう感じしますね。気持ちがわかる気がします。大分。大分のやつなの。大分から来たジュース。これどこから買ってるんだろう。ちょっと外に買い物に行きたいですけど、風がね、強そうなんですよね。なんかすごい家にいる間もガタ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 言ってたし、今日結構風、今、一日風の予報なんですよね。とりあえず、まあ行ってみるか。あ、って。出た瞬間風強。風は結構強いんですけど、そのおかげでかなり涼しい。もうなんか全然汗かかないぐらい涼しいですね。一応気温は28度ってなってるんですけど、体感24度とかに感じる。
今日はこいつ、ニンニクマシマシ焼き。この肉めっちゃうまい。ニンニクがめっちゃ効いてて美味しいです。想像以上にニンニクが効いてる。すごいいい風味出してますね。祖母宅でもらった桃があるんでいただきます。おお、桃ってどうやって切ればいいんだろう。ちょっと一回調べよう。おお、めっちゃ割れる。めっちゃ切るのむずい。めっちゃぐちゃぐちゃになりました。まず切り方合ってんのかもわかんないし。めっちゃなんか食べれるところをそぎ取った気がしますけど。切るの下手すぎますけど。桃、うん、美味しいけどなんかちょっと硬いな。あれ、こんな硬い桃って。よし、風呂上がり、こいつをいただきます。このセブンプレミアムの小豆練乳、これね、もう本当に美味しくて、もう実家にいた時に家族に勧められて食べて、もう絶賛してますね。実家に行った時の動画で、うん、本当美味しいです。これもう本当美味しい。これ中の練乳がたまらないです。